ルイーズ・ファランクは、フランスの女性作曲家、ピアニスト、教育者、音楽学者。パリ音楽院で女性として、初めて教授職に就任し、1861年と1869年に、還元楽曲に対して、フランス学士院より、シャルティエ賞を授与された。旧姓は、ジャンヌ・ルイーズ・デューモンといい、両親ともに、フランドル系美術家の家庭に生まれる。幼少から、 ピアニストのセシル・ソリアにピアノを指示。15歳の時、パリ音楽院でアントニーン・レイハに作曲と音楽理論、楽器法を指示。一説によると、ヨハンネ・ネポムク・フンメルにピアノの訓導を受けたとも伝えられている。1821年にフルート奏者で楽譜出版業のアリスティド・ファランクと出会って結婚。1826年に一人娘のビクトリーヌを出産。 彼女もまた母親同様に職業ピアニストの道を歩んだ。1834年により最初の還元楽曲を発表する。最初に成功した出版作品はロシアの歌による変奏曲エアールス・セバリエ作品17であり、これはロベルト・シューマンによって絶賛された。その後も様々な成功を重ね、いくつかの公共曲や室内楽曲によって、 楽団で名を上げることができた。1842年にパリ音楽院ピアノ科の教授に就任。差し当たって補助職員並みの報給しか得られなかったために8年もの間男性教授並みの給与を求めて戦い続けた。1849年に公共局第3番作品36がパリ音楽院管弦楽団によって上演されると最大の成功を収めた。 1850年には90総曲作品38がヨーゼフ・ヨアヒムの出演を得て成功を収めた。それでも給与は内務省の規定よりも低く、同僚の男性教師は元より後から入った教師よりも低かったことから校長のオベールに不当を訴え続け、1852年にやっと規定額に昇級した。1859年に 娘ビクトリーヌが結核のために溶接する。1861年より夫とピアノ曲集、ピアニストの宝庫レ・トレゾールでピアニストを出版。これは16世紀から19世紀半ばまでの鍵盤楽曲のアンソロジーであり、全部で23巻が出版され、曲ごとに音楽史や音楽学にまつわるデータや表現が付されている。夫が百六十五年によ去ると、 ファランクが一人でこの事業を完成に導いた。娘と夫に先が垂れてからはほとんど作曲しなくなった。1872年までパリ音楽院の教団に立ち、1875年にパリで亡くなった。ファランクはメンデルスゾーンやシューマン、ショパン、リストと同世代にあたる。古典派音楽、古典派、ロマン派音楽の作曲様式を独自に発展させている。 彼女は、ウィーン古典派の作品に造形が深かっただけでなく、古学の研究を通じて、その影響も受けていた。したがって、古典派の伝統にロマン派の気学法を結びつけ、そのため旧来の統一感のある楽曲構成を行った。同時代の多くのロマン派音楽の作曲家とは、対照的に、恩師、礼派の伝統に従って、事前質手面を避け、 二つ以上の母体になる楽奏に変奏を施している。ファランク作品は作曲者の存命中に広くルフ氏、夫、アリスティドの楽譜出版社によって51曲の有名な作品のうち約40曲が出版された。未出版の還元楽曲さえ国際的に評価され、ベルギー、デンマーク、フランス、スイスで上演された。ファニー・メンデルス・ゾーンやクララ・シューマンとは、 対照的に、ファランクは女性作曲家として健全な自覚を抱いていたにもかかわらず、死後に忘客の浮き目にあった。ファランクの作品は、そのいくつかがラジオ番組で放送されたり、映画音楽に利用されたりしたものの、1995年にドイツ研究振興協会がオルデンブルク大学に基金を拠出し、彼女の作品の研究、普及を支援するまで、 ほとんど無名のままだった。それまでは、復刻された楽譜は、ピアノとフルート、チェロのための三重奏曲補短調しかなく、シャルティエ賞を受けた、公共楽は、演奏に向けて関心が持たれてきたにもかかわらず、楽譜は入手しにくかった。パリ国立音楽院とピアノ科における、教育、制度、レパートリー、美学、上田康史、東京芸術大学学位論文。 2016年3月25日、ありがとうございます。